ライブロックを入れてから、3日ほど経ちますが、3日4日ぐらいですかね。突然いろんな生き物が出てきました。こちらはカニですかね。ちょっと大きめです。カニやシャコは、できるだけ隔離した方がいいっていう情報もちょっとあるんですけれどもですね。ちょっとわかりませんが。でもなんかちょっと片腕がないような感じもしますけど。あれほど強力なキュアリングをして、お店でも、3日、4日キュアリングをしても、やっぱ隠れてるんですね。あとですね、ここの指先の先でなんか白いニョキニョキした触手が見えます。2本あるんですけど、これが全くわかりません。ニョキと出てはなんかこう、うねうねうねとしているのがいます。あと大変感動したのが、こちらに指先にウミウシがいるんですけど、これちょっと多分ウミウシだと思うんですけど、もう幸い、日本か世界かかな、ウミウシの写真集を初めて出した今本さんという方がちょっとお知り合いでいるので、早速今本さんに聞いてみようかなと思っています。ウミウシはちょっと欲しかったんですごい嬉しいんですが、ただサンゴを食べてしまうので、ちょっとどうなのかな。まあでも、とりあえずちょっと様子を見たいと思いますが、すごいこのウミウシは嬉しいです。まあ小さいんでマクロじゃないとね、なかなか取れないんで難しいですけれども。あとは、いろいろ細かい部分を見れば、まあ、生物なのかなとかいうのとか、まあちょっとうねうね系の、なんだろう、誤解じゃないんですが、ちょっと水ミミズみたいな感じのは、若干、まあ3、4匹、全部種類が違うんですが、いましたね。ちょっと衝撃的なのが、もう一瞬だったのでわからないんですが、この辺をスピード的には、もうこのぐらいのスピード、もうめちゃくちゃ速いスピードで、ささささっと何か、結構でかいのがわーっといたんですよね。もう一瞬だったのでわかんなかったんですけど、赤いくて、ちょっとウミケムシみたいな感じだったんですが、ただ、ささだったので、多分毛虫な感じ、毛虫とか誤解な感じはしないんですよね。で、一番疑ったのはちょっとシャコかなと思ったんですが、ほんとちょっとでかいんですね。で、シャコで赤って調べても出ないので、シャコじゃないのか。ただここの裏側から白い粉がファーって吹き出るので、まあ、何か貝かいるんですよね。で、シャコも、シャコパンチっていうんですかね、結構こうライブロックをこう砕いたりとかして、多分穴作ったりとかするような感じかもしれないので、ちょっとシャコだったら厄介だなと。まあシャコを飼ってる方もいるんですが、結構シャコって、魚の種類によっては、悪さをすると聞いたので、まあその辺は、捕獲できたら捕獲した方がいいのかは、ちょっと様子を見たいと思います。とりあえずこんなところですかね。12月の12日に、録画しています。ライブロックを入れたのは9日ですね。なので1、3日目ですね。今日で。で、今日で本当にいろんな生物がボーッと出てきたので、様子を見ていきたいと思います。まだいろんな生物が出てくるかと思うのでね。では、またレポートしたいと思います。ライブロックの掃除中に、シャコですかね、これは。やっと捕獲できました。
まあ、パチンパチンと音がしてたのおそらくこいつじゃないかなと思うんですが、どうなんでしょう。これは車庫でしょうか。多分車庫だと思うんですけれども。あともう一匹潜んでいたやつがいまして、これわかるかな。ちょっと遠くから、撮ってますが、エビみたいで、すっごい片方がでっかいハサミみたいなのがあります。これ鉄砲エビというのとはまた違うんですかね。ちょっと、ペットボトルなので分かりにくいかな。まあ、こう上から小さいですけど、こういう形ですね。これちょっとズーム寄れないんですよね。ちょっとズーム寄ってみますね。ズームしてもここが精一杯ですね。ちょっとしましまの模様で黒と白で、なんかでかいハサミみたいなのがある形ですね。まあ、ヒーターがない海水なので、もしかしたら、まあ、低温でどこまで生きられるかわかりませんか。まあ、この子たち両方ともいずれも、ね、お魚を襲ってしまう可能性があったので、どっちにしろライブロックから捕獲しないといけない。まあ、第一目標はまず達成しました。まあ、万が一欲しいという方がいましたら、無料で差し上げます。まあ、捨てるとかいうのはちょっとかわいそうだと思うので、まあ、とりあえずは最低限のレベルで捕獲しているところです。で、問題のライブロックはキュアリングしていますが、どうでしょうかね。やっぱり匂いはまだ強いです。ただ、とりあえず第一目標の車庫、まあ、100%じゃないですけど、おそらく車庫かな。まあ、有害な生物は取り除いたかなというところで、結果結構車庫が潜んでいたライブロックは粉々になっていまして、まあ、車庫のせいか分かりませんが、なんていうかな、真っ二つどころじゃないね、4つぐらいに割れてしまいました。まあそれでも水槽のためということでね、まあなんとかまたハートのアーチが作れたらいいかなと思ってるんですが、とりあえずライブロックの方は時間をかけてもうキュアリングしてアンモニアを落としていくしかないですね。やっぱり、こすってもこすっても匂いが落ちないところもあるので、まあ、長期戦になるかなと、覚悟はしています。まあ、このライブロックさえ生き返ってくれれば、あとはもうすんなりといけばいいなという形です。